野良亀、甲羅が苔まみれだったけど当初より綺麗になってきたかな。水替えをする際にシャワーを甲羅に当てるから擦らなくてもねって、その時にペラってめくれたのよ。どのあたりかというと、片手でスマホ撮影しながら撮ってるから画面がブレてたらごめんなさい。これ爪楊枝でつっついてるわけじゃないですから。これこれ、ここの、ここここここ、これ今めくれたでしょ、ここここ、もうやりにくい。サイド、ここを狙ってめくると、ここ、ここここ、もうなかなか動くから定まらないし、もう片手でスマホ撮ってるからもう変なとこ映っちゃうし、これ今ここここここ、まこれめくれたでしょ、これ一枚ペロッと、これ見えます、ペロッと、これです、これ。あとね、他の箇所もねめくれてたとこがあったのね、確か。うん、ここ1枚じゃなかったから、ここここここ、これこれこれ、わかります、ここここ今ペロッとめくれたでしょ、これ、これ2枚目、ここペロッと、今これこれ、うん、ここです、ここです、ペロッと、これなんか羽みたいになってるけど、綺麗にこれ2枚、ペロッと、これめくれた、これね、多分ね他のところもこれ多分めくれてくるんじゃないかなってね思ってるんですけど、もうどうしたもんですかね、これめくってあげるのがいいのか、自然にめくれてくるのを待つのか、これどうしたらいいんですかね。他に亀で日本イシガメやクサガメ飼ってるけど、こうやって甲羅がめくれたのは見たことないし、初めて。体の皮膚はあのペロッと白い皮みたいのがめくれたのはまあよく確認するんですけど、一旦戻して見なかったことにするっていうこともできますよ。甲羅の脱皮っていうことでよろしいでしょうか。それではまた。